会場に入って最初に皆様をお迎えするのは、上腕骨といいますが、腕の骨です。まず最初にケース内の右側、茶色い方の骨を見てください。骨の太さに注目してほしいのですが、こちらは江戸時代の男性の平均的な上腕骨です。それに比べて左側はどうでしょう。こちらは愛知県の縄文遺跡から見つかったものですが、 これまで日本全国各時代の骨を調査してきた中で最も太く頑丈であったため、日本史上最高のマッチョマンと呼ぶことにしました。このマッチョマンがどうして生まれたかは、次の展示をご覧になるとわかります。